交渉2年、1456年、上杉則房が深谷城を築城した時に、深谷城を守る神様として祀った。深谷城から見ると、ここと瑠璃光寺が鬼門にあたる。深谷城を守る一仏三社、一つの仏様は瑠璃光寺、三社は近田神社、末城稲荷、永明稲荷。社殿は文化12年1815年江戸時代に作られている。社務所は昭和7年に作られている。当時埼玉県の神社の中でも有数の規模だった。障子を開けると100畳の部屋になり、神前結婚が行われた。